深玉チャンネルです。このチャンネルでは最近話題になっている時事ニュースなどをネタに雑談しています。この機会にぜひチャンネル登録をお願いします。それでは最後までごゆっくりご視聴ください。犯人ですね。タクシー運転手に噛みついた疑い、乗客の52歳の女逮捕。乗車していたタクシーの運転手の手に噛みつき怪我をさせたとして、兵庫県警兵庫署は7日、傷害の疑いで会社員の女52歳を現行犯逮捕した。運転手は軽傷。兵庫署によると、女は乗車中にうんこを漏らし、シートのクリーニング台をめぐって運転手と口論になっていた。手に噛みついたことは間違いない。うんこ漏らしたシートについては必ず弁償すると容疑を認めているという。この週ないですね。この週ないにしてますよ。酔っており、噛みついて立ち去ろうとしたため、運転手が腕を掴んで取り押さえた。なんで噛みつくのかってことですが、運転手さんはもううんこが漏れたなって分かったんですか？うんこ漏らしたんで、それで、どうしてくれんねんと。運転手さんが、クリーニング済むまで、要するに営業できないんで、まあ、その期間の保証とかも全部してもらわないと困るわけじゃないですか。それはそうです。そういう話をしてたら、まあ、こいつは逃げたんで、腕を掴んでこう。それなんでうんこが漏れたって分かったんですか？匂いで分かるね。そうですか。そうです。いや、もう、どうなんですかね。何が原因でそんな、もう、わかるかなと思って。まあ、止まらなかったですか。まあ、独身でしょうかね。勘で逃げるぐらいだね。いや、独身、私独身ですけど、勘で逃げませんっていう方いっぱいいらっしゃると思いますし、仮に、うんこを漏らしても、私はちゃんと、お金を払いますっていうね、方々いっぱいいらっしゃると思うんで。てか、漏らすどっか行ったの。ちょっとコンビニ以外なんだし、私ちょっと、店員さんちょっとコンビニ行ってくださいとかないんですかね。漏れちゃったら仕方ないんで、素直に謝ってね、弁償しますっていうしかないと思いますけど、何もなかったからいたしさろうとすれば、それは口論になりますし、さらにはね、噛みついて逃げるっていうね。そうですね。いやー、大変ですね。噛みついた方は逮捕ですね。そうですね。逮捕されてます。で、この件に関している取り調べ、あ、お前はうんこを漏らしたのかって言われて、そうそうですって答えてるんです。そうだから、ありませんって。手に噛みついたことは間違いない。はい、うんこを漏らしたシートについては必ず弁償するっつって。ああ、じゃあうんこを漏らしたことも認めてらっしゃるということで。そうですね。話変わりまして、はい、ちなみにこの写真は、はい、うんこを漏らして、酔っ払ってうんこを漏らして、はい、タクシーに、はい、噛みついて逃げそうな、50代のおばさんみたいな感じで検索して、そんなんで検索出てこないですけど、まあそんな感じかなっていうので、びっくりしましたね。全然関係ない人なんで、それはお断りしたいです。そうですよね。9月3日の16時頃に、大阪駅、3階の連絡橋にあるその改札口、改札内の、多目的トイレの付近や内部に、なんか、うんこが散乱してたらしいです。なんで？なんか、やっぱ漏れちゃったんでしょうかね。間に合わなかったんでしょうか。すごい通報がありまして、あったらしくてですね、大阪駅が、まあ、うんこ臭で、まあ、溢れたと。大阪駅が、あ、なんか異様、変な匂いすると。まあ、うんこの匂いです。なんでうんこの匂いがしてんのって。そうそうそう、大騒ぎになって。大騒ぎ、なんかそういう、なんかテロみたいなのがあったのかって。変なね。事件があったのか。
で確認したら、はい、その多目的トイレ付近と内部に、うん、あのただただうんこが落ちてただけ、だもう間に合わなかった人なんだろうなっていうのが、まあこれあの30分ぐらいですぐ清掃されたそうです、でそれで匂いもすっきり、うん、でしょうね、はい、っていうのもありましたと、はい、あとほらあのあそこのね、あのほら若い子がやってるこっから一番遠いバーあるじゃないですか、あはい、あの2階のホテルの向かいにあるバー分かってますか、あはい、寿司屋の隣、ホテルってあのあるホテル、はいはい、寿司屋の隣に2階に上がったバー、はい、あそこのトイレにも、はい、お客さんのババーと、あのトイレには入ったんですが、はい、便器の外で脱粉してたらしいです、なぜわかんないです、えなぜトイレには入ったんですが、うん、トイレのその便器のそのじゃないところで脱粉したらしいです、なんでやろ謎な感じ、あのほら短大ね、うん、のほら H 君っているじゃないですか、あ、言ってもいましたっけ、はいはい、その後は一生懸命片付けたそうですけど気の毒に、はい、それは何あのお客さんが言わはったんですか、うん、ごめんなさいちょっとねとか言ってわかんないです、そこまで聞いてないんで、ただ、うん、まあ、とにかくそのババアは開き直したらしいですけど、うん、はい、ごめん言うて、どうですかね、まあ、そのババアがやったことは確実だって言ってましたけど、お小遣いあげたちゃんと知らないですけど、カバーがそんな若いね男の子に紹介させて、そうそうそう、ごめんねっつって、これ欲しいもん、あのほらオーナーのほらオーナーいるじゃないですか、はいはい、オーナーも若い子じゃないですか、はい、2人に片付けたらしいです、2人に5万円ずつぐらい渡してねえ、ちょっとそれぐらいはねボーナスあげあげないとね、トイレまで行っごめんなさいですよなんでそのあそこあ 洋式の便所じゃないですか、はいはい、ちゃんとしたそうですよ別に普通の、ね、何がどうなったのどこに避けたらどこにずれ込んだそれが床にしゅがしたの床にしゃがんだ状態で倒してたらじゃないかなっていう、酔っ払いすぎて間違えてパワーがそれでは間違えますかねまあそういう人も一応いるみたいなので、ですね、まあ今回のその脱粉 OL、タクシーでっていうのも、まあ、なんかし、ある話なのかなと。ある話なんでしょうね。そうですね。いやー、紙おむつ履いてください。まあそうですね。普段からちょっと危ないなっていう方は。ね、はい、っていうことでした。はい。はいはい、ご視聴いただきありがとうございます。感想や取り上げてほしい話題などがあればお気軽にコメント欄へお書きください。また高評価チャンネル登録もよろしくお願いいたします。